皆さんこんにちは。レイチャンネルです。今回は株式会社の書き方をレッスンいたします。今日も暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか体調管理には十分に気をつけてください。今回は実用的な文字として株式会社の漢字のレッスンを いたします。簡単な説明もいたしますので、参考にしていただければ嬉しいです。それでは一度、株式会社を書きます。 次に説明に移ります。はい、まず株という字です。危険を書きますが、横線は右上げにしてください。次に縦線ですが、こちらを2対1の割合で 縦線を描いてくるといいですね。十字路から左払いをして、十字路より少し下から四角目を描きましょう。よ横線は右上げをしていきます。まっすぐ降りてきて煙突だいたい一緒ぐらいの高さだといいです。まっすぐ降りてきて止めましょう。 十字路から左払い、右払いとしていきますが、しっかりこちら、一度止まってから払っていきましょうね。長すぎないで、やや上で終わるように払っていきましょう。次に四季という字です。横線は右上がり、やや反るように 右下へ降りてきます。で、跳ねますが、跳ねた上、こちらは何もない空間があるといいので、1画目は長すぎずにしましょう。回、はい、ですね、引っ掛けて左払いをします。2画目は、1画目の書き始めより少し下がったところから書き始めているのがお分かりですか 上に出るのが大事となってきます。横線は右上げでしたね。カタカナの「ム」をしっかり書いて、角張ばったように書くことを意識してください。次は、「シャ」です。書き順1、2、3が下ですね。で、4を書きましょう。 時計とは反対回りに書いていくのが覚え方の一つのコツです。横線は上げて、上からまっすぐ長めに書いてきて、一番下まで来ないでください。下は空間が空いているので、上から書き始めて、短めに終わっていきましょう。 最後は反り上げて怒った口のように「うん」と書くことがポイントとなってきます。株と貝は許容体があるので許容の字も紹介していきますね。こちらを跳ねます。 こちらも跳ねます止めますす止めこのような字で書いても許容ということで間違いではありません。式と者は許容の字がございませんので解の許容の字を説明しますね。 こちらが止めて書いてもいいということです。はい、こちらですね。2箇所はねます。で、止める。書いという字はこちらだけ止めます。このような書き方で書いても間違いではないので、このような字もあるということで参考にしてくださると嬉しいです。 今回は実用的な株式会社のレッスンでした。何かリ,リクエスト、ご要望がありましたら、どしどしメッセージをください。お待ちしております。それでは、レッスンを終わります。最後までご視聴ありがとうございました。